私のクリニックに、参政党で非常にこう辛い思いをしてるっていう人たちが患者さんを装ってきたんです。全然言ってることとやってることが違うとかっていう人が本当に十数名来たんです。メンバー合わせてくれません。すいません、私参政党の裁判の原告なんですけども、一言、裁判のですね、要は証人喚問、それに出る気があるのかないのか、それだけを、はい、そうです。もし要請があったらば、出られるか出られないか、それだけをちょっと聞きたいと思って来ました。私が知っていることで、皆さんに貢献ができるんだったら、それは構いません。で、僕は、例の裁判の件は、実は詳細はあまり知らないんですね。ただし、ボード会議には出ていました。で、僕は参院選が終わってから、突如神谷さんが、もともと私、代表でしたからね、代表も辞めて、ボードも辞めてって言われたから、えって思ったんですけど、で、何回かだけちょっとボード会議出ましたけども、もうそこで思ったことは、思ったというか、そこにあった事実は、神谷さんが急に、力とか権力で会議を進めるようになったなっていうのは見てたんですね。それから、これは実は去年の6月に皆さん知ってる通りに、私とか松田先生たちと一緒に集まった時にね、話したことで、私のクリニックに、参政党で非常にこう辛い思いをしてるっていう人たちが、患者さんを装ってきたんです。で、普通にだから診断でどうしましたかって、血圧が高いって書いてありますけど、どうしましたかって、血圧が高いのはどうでもいいんです。実は私、なんとかかんとかの支部長をしてるんですけども、全然言ってることとやってることが違うとかっていう人が本当に十数名来たんですよ。で、それ神谷さんに言ったの。そういうことがあったんですよ。だから、人から聞いた話だとか、そういうことじゃなくって、実際に広島から来ましたとか、ね、中国地方から来ましたとか、中部地方から来ましたという人がいて、こういうことを言ってると。で、それで、ですから、反省してくださいと。独善的なことはしないでくださいっていうことを言ったら、吉野さんは、あなたはすごい評判が悪いですよ。なんでですかって言ったら、ツイッターにものすごい誹謗中傷されてるじゃないですか。で、あなたはもう、その責任取ってくださいよって話に変わっちゃったんです。そういう事実がありました。でも、こういうことはその裁判に役立つか役立たないかわからないから、あれですけども、具体的にどういうことがあるんですよっていうことで、裁判に役立つんだったら出るのは構いません。それでよろしいですか。はい。まあ、嘘は言いませんからね。僕も1時からちょっと治療しなきゃいけない。あと、すいません、あと1人だけですけども、じゃあ藤村さんどうぞ。どうもありがとうございます。吉野先生に質問があります。本当に今日は街頭演説してくださってありがとうございます。今年、ですね、週刊文春で発表がされました。公設秘書の方が、去年亡くなり、それに関して、ありがとうございます。神谷氏がですね、シンガポールに行くのに、100% キャンセルをしなくてはいけないから行ったと。このように話されておりました。そして地元石川県は地震があったのにもかかわらず、シンガポールに行ったと。このような行動に関して、吉野先生、どのように思われているのか教えてください。まずですね、この能登半島地震で234名の方がお亡くなりになり、そして今もってですね、22名の方が、行方不明、安否ができてないということに関して、亡くなった方に対しては、深くご冥福をお祈り申し上げるとともに、それから一日でも早く安否不明の人が見つかっていただきたいということをまず先に申し上げます。私はですね、元旦は、今私が勤めている銀座エルディアクリニックで仕事をしてました。で、いつもそうです。仕事が終わっても、私、年末年始関係なく論文書いたりしてますんで、地震が起こって、地震だっていうのすぐ分かりました。もうすごく揺れたから。で、10分経ってないですね。5分ぐらいで地震だっていうのをアップして、で、それこそ、いろんなとこ見ました。大きい政党のところはすぐなんか、避難してくださいとか、それこそ原口先生なんかも必死にとにかく高いところに登ってください。津波に備えてください。まだ気象庁から情報はないけど、津波があると思って行動してくださいとか言ってましたよね。で、それに反して、彼は、明けましておめでとうって書いたのも見ました。ただし僕見たけど、スクショとかしてないです。してなかったから、後になっていろんな問題が出たので、これはおかしいんじゃないんですかっていう意見は、X、旧ツイッターに出していますから、見ていただければわかる通りです。で、実は今日も WCH で神谷さんと会ってきましたし、前回も原口先生の、積極財政の勉強会の時も会いました。で、一番近い時は50センチ隣にいました。で、神谷さん、神谷さん、神谷さんっていうね、目も合わせてくれません。これはね、今私意見じゃないですよ。事実を、全部事実を言ってるだけですよ。僕がどうのこうのとは言ってないです。で、僕は最後に神谷さんに11月17日に連絡したのは、とにかく俺のところに来いっていうのは神谷さんのところに来いと言ってるから、あなたは11月11日に僕が参政党を辞めてもいないのに、私に勝手に連絡もなしに離党届が出ましたという表現のことを言ったので、どうしてそういう嘘を言うんですかって言いました。で、話がもしあるんだったら、私の方があなたより10歳以上年上だし、あなたはね、国会議員だからも自分のが身分が上だって言ってるかもしれませんけど、それ言うんだったら私だって博士号を持ってるだとかね、委員長やってるとか、ドクターやってるとかって言ったら、どっちが上とか人じゃないと。だから話がしたいと言ってる人が来てください。そういうことがちゃんとできてないのは、ね、三冠の例という言葉があるぐらいで、人に物を頼むときは目上の人でも3人お供を連れて行ったっていう話があるじゃないですか。だからそういうふうにしてくれるように今後はしてください。で、今後会うときは笑顔でこんにちはって挨拶しますから、そうしましょうよねって言ったんです。だから挨拶しようと思ったけど、いなくなっちゃったりとか先に帰っちゃったりとかするから、それで、前回も、神谷さん、神谷さん、神谷さんって言ったら、あ、っていう感じでした。今日もそうでした。避けてます。ね。だからどうだっていうのは、和をもってたっとしとなさなくなるから言いませんけども、一般論で言うんだったら、政党の党首は、やはり、被災地に対してね、何かしなきゃいけないし、彼は地元ですからね。私が神奈川県民ですけども、神奈川県の人が、例えば、その人口規模で言うんだったら、千何百人亡くなったとか、ね、100人行方不明になったとかって言ったら、僕は多分自分は捜索に行くと思います。地元だからね。当たり前ですけど。で、そもそも私は人の命を助ける職業なので、人が死ぬのは嫌です。それが嫌だからこういう仕事をしてるわけですから。だから、本当は政治家だったりとか、ね、それから、消防だったりとか自衛隊だったり警察だったりとか、ね、こういうドクターだったりとか、みんなそうですけども、基本は人の健康とか命とか財産を守るべき仕事だし、政治家も一般論で言ったらそういう仕事ですよね。特に国会議員になったら今度は安全保障もやらなきゃいけない。外交もやらなきゃいけない。そういう人たちだから、僕は詩人ではないと思います。私もそうですけども、毎日通勤してる時も普通にマスクもしないで、帽子もしないで、素顔でやって、ね、歩いて出勤してますから、もう毎日のように、よしりんとか、吉野さんとか、ね、言われますで。無理に隠そうと思ってないです。だから、絶対に悪いことできません。不倫できません。うん、できませんよ。バレちゃう。だから、そういう生活をしていること自体が、僕は正しいと思ってる。なぜなら私は法人だからです。はい。はい。はい。あ、純子ですか？純子さん？はい。純子さん！愛してるよ。いや、本当に妻のことは、心から愛してますし、皆さんも同じように、本当に愛してます。で、僕は思うのは、好きな人とか、仲がいい人を愛することは、誰でもできると思うんです。でも、波長が合わない人だとかね、これまで何かわだかまりがあった人たちとも仲良くしないとこの国を変えられないから。だから黒川さんも愛するようになったんですよ。だから、まあ、本当にね、もう、イエスが言った通り、隣人をみんなで愛しましょうよ。だって、いがみ合ってたったら顔が歪んじゃうじゃないですか。みんながケラ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 笑って、ほうれい線がたくさんついて目頭がシワだらけになるような生活をみんなしたいと思わないんですか？はい。はい。じゃあ、そういうことで、今日はこう時間になりましたけども、私の個人的なお話だって大変恐縮ですけども、個人講演会を作りましたので、今日秘書もいますから、もし、ぜひ、応援したいなという人は入っていただきたいですし、それから4月の21日に、東京プリンスホテルで、個人講演会の設立記念パーティーをするんです。で、前の党にいた時は、来なくてもいいからお金払ってくださいなんて言いましたけども、今度はそうは言いません。本当に来てください。そしてみんなで力を合わせて、輪を持ってたっとしと出して、そしてみんなで仲良くなりましょうよ、皆さん。ね。ありがとうございます。前は最後に1、2、なんとかってやってたんですけど、できませんので。私ね、実は黒川さんと同じでプロレスが好きなので、勝手にアントニオ猪木さんのことを継承して、1、2、3、ダーをやりたいと思いますので、今回からこれでいきましょう。で、その次のなんか、1、2、3、4なんとかって言っちゃダメですよ。いいですか？わかりますか？じゃあ、1、2、3、ダーっとやりますから。いいですか？いきますよ。せーの！ 1、2、3、ダー！どうもありがとうございました。また近日やりますのでご案内します。よろしくお願いします。YouTuber の皆さんどうもありがとうございました。参政党の討伐隊の方もありがとうございます。はい、みんなと仲良くしましょう。